それでは2029年です。今年は10頭のスーパーホースたちが3歳となりました。今年はたくさんおるんやね。数は多いんですけど、残念なことに、国内で強そうなお馬ちゃんがいないんですよね。ですので、今回は海外のスーパーホースたちを中心に見ていきたいと思います。それでは早速参りましょう。よろしくどうぞ。まずは欧州から、こちらの未来です。2歳の時は4戦無敗と、なかなか強いお馬ちゃんですので、欧州3冠を狙っていきたいと思います。お次はこちらのアレグリアです。距離適正1600までで短距離が得意のようなので、マイルのレースを中心に出走させていきます。アメリカからは、こちらのグランピクランキ。芝が得意なので、米国芝3冠を狙いましょう。それからこちらのキングオブビースト。芝もダートもいけちゃう感じですので、こちらはダート中心に出走させたいと思います。距離適正が2000までですが、米国3冠を狙わせましょう。国内は全然ダメなの？全然ということはないんですが、ダートが得意だったり、ワンチャン牝馬3冠いけるかなって感じで、とても3冠を狙えそうなのはいないもので。なるほどね。紹介していない中から、メイバレスデンと共に1頭ご紹介したいと思います。今回は国内から、こちらのロガリスムです。パパがロゴタイプ、ママがロサリンドのようですね。異名の走る数学者っていうのがかっこよかったのでご紹介しました。言うほどかっこいいとは思わんけど。私もかっこいい異名が欲しいですよ。ゆかりちゃんの異名、思いつきました。本当ですか？教えてください。異名は、足の裏が臭すぎる女です。そんな異名、嫌ですよ。異名というか、ただの事実やったわ。それではレースを見てみましょう。ダイジェストでご覧ください。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。キングオブビースト先頭、突き放しにかかります。残り 200m を通過して後続は遥か後方。2番手はバランクスアスター。キングオブビースト、この馬で決まりか。キングオブビースト今ゴール。段違いの強さです。2着はポーラスチフラダ、前はアレグリア、ギブントゥーレ、ほとんど差がありません。オリエンテートオーナー3番手。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。アレグリア先頭、リードは3馬身以上、この差が広がります。あと 200m、 アレグリアアドバンテージをキープ。後ろはどうか。後方から一気にアルベルライト、アレグリア強い強い。アレグリア圧勝、ゴールイン。2着はアルベルライト。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。キングオブビースト先頭、残り 200m、 後続は遥か後方。キングオブビースト先頭です。このまま押し切るか。2番手はカフルターズバースト。キングオブビースト今ゴールイン。段違いの強さです。2着はパフィーターズバースト、マイクロサコーナイト先頭。しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭変わりました。先頭は未来、残り 200m、 未来余力は十分、さらに引き離していく。2番手はスリートケン、未来この馬で決まりか。未来1着、未来完勝。2着はスリートケン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。グランピクランキ先頭、残り 200m を通過して後続を完全に引き離した。2番手はセゾンキー、グランピクランキこの馬で決まりか。グランピクランキ独走、グランピクランキぶっちぎりです。2着はブレイブシンキング、グランピクランキ米国芝3冠達成。その強さを見せつけました。今年もそこそこ頑張ってくれたね。それではおさらいしておきましょう。まずはアメリカのキングオブビーストです。残念ながら米国3冠とはいきませんでしたね。距離的にやはりベルモントステークスは難しかったようです。それでもダービーとプリークネスステークス勝ってるし、十分な活躍やったね。お次にグランピクランキですが、こちらは無敗で米国芝3冠を達成です。何かしらの3冠は毎年達成してるし、今年も達成できてよかったわ。お次は欧州のアレグリアですが、マイルのレースを中心にいろいろと G1 レースを勝ってくれました。最後は欧州の未来ですが、残念ながら欧州3冠とはいきませんでしたね。欧州3冠だけはなかなか達成できんね。毎度のことながら、コバになったスーパーホースが強すぎるんですよね。今年はファントムチオペラがキングジョージと凱旋門賞を勝ちました。コバのスーパーホースを出走させなければ欧州3冠も達成できそうですけど、そんな欧州3冠に価値なんてありませんから。わけのわからないこだわりやな。では、今回はここまでです。それじゃあ。またねー。